北、吉京門は、江戸城天守台北側と北の丸方面をつなぐ城門である。北、吉京門は、竹橋から千鳥が淵に抜ける通称大館長通りの北の丸公園入り口の正面にある小さな橋であり、皇居の天守台北側と北の丸方面をつなぐ城門でもある。ここは、東の日向堀,堀と西の観号を分ける土橋になっている部分で、 いわゆる橋になっているのは、皇居東御苑の入り口からわずか5から6メートルの部分のみである。江戸時代、ここには、北、吉京門というマス型門があった。この門を入ったすぐ正面には、江戸城の天守閣があり、この門は、江戸城北側の守りの最重要地点でもあったわけで、ある。そのため橋の形状を、羽橋としたことから、 北吉京と呼ばれるようになっている。江戸時代にはこの橋はほとんど跳ね上げた状態になっていたらしいが、現在でも門の柱には橋を跳ね上げるために滑車を吊るしたと思われる金具が残っている。北吉京門の石垣北吉京の石垣は土類式石垣が使われている。土類は石垣にするための石が入手しにくい場所などで多用されたと言われている。 土類は関東や東北など東国の城に多く見られ、近畿より西国の城にはあまり使用されていないようだ。土類式石垣は構造的には三段構造となっており、基礎部分は堀の中に入って土台となる大型のネイシが据えられている。その上に積まれた石垣が腰巻石垣と俗称されて水面上に帯状に見られる。その上は高い土塁が築かれて、 黒松や桜が植えられており、俗に腹巻き土塁とも言われ、天馬には3メートル前後の幅で平坦部がある。最上部の石垣は、八巻石垣と称して高さ3メートル少々ある。ところどころに、三義石と呼ばれる、各部が見られる。土塁作りには通常、堀やクジュを作った時に出る土砂を利用した。土塁は、土井ともいい、土を叩き固めて作った土塁を叩き土井。 土塁の斜面の崩落を防止するために、芝が植えられた土塁を、芝土井という。北、筆京、萩原幸子、江戸城の全貌を世界的巨大城郭の秘密株式、会社桜社2017年193ページ、ABCD 中野正し明、都心のオアシスに咲く皇居の花式折リの、花巡り学習研究者2005年3月9日15、18、20ページ。 A.B. タイラバ星皇居の式花物語講談社2009年9月18日114ページありがとうございます